久保さん。いや、チラシの配り方良かったですね。確かにおっしゃる通りで、ね、経営者が配ったら真剣に配るんだろうけど、バイトとかね、あの、ポケットティッシュのバイトね、えーみたいなね。<laughs> そう。<laughs> うーん、でね、じゃあ今回の、あの、ティッシュの配り方にしようかな。ティッシュの配り方。で、 稼げる人のティッシュの配り方。まあ、成功してる人のティッシュの配り方っていうか、前これテレビ番組でやってたんですけども、トゥギャジャ、トゥギャジャ、ルー大柴さんだ。ルー大柴ルー大柴さん、ルー大芝さんの秘密にしようかな。このルー大柴さんの秘密でいいですかね。SEO 的に。このルー大柴さんが昔、そのポケットティッシュ配って、達人だったらしいんですよ。 で、どれぐらい達人かっていうのを検証、番組で検証するっていうのがあって、で、ルー大島さんすごくて、なんか本当に、あの、あっという間にポケットティッシュ配っちゃうんですよ。めちゃめちゃもう神業ですね。で、まあ、どういうふうに配ってたかっていうと、相手の懐に、ふっ、このね、なんやろな、くっ、もう、すっっていう。だから、どうぞ、受け取ってくださいじゃなくて、あたかも目の前にポケットティッシュあるよみたいな、こう、ふっ、 ふっふっっていう、もうな、長輩んぞ。だから、ポケットティッシュいかがでしょうかではなく、ふっふっふっ,って、あれ、神業でしたね。で、そこをポケットティッシュが、なんか、配っちゃって、すごいっすねみたいなね。で、ここから何がお伝えしたいかっていうと、まあ、ルー・オオシバさんって、あのー、まあ、今はちょっとテレビ、あれ、わかんないですけど、なんだっけな、なんかで一躍ま、あなんだ、その、なったと思うんですよ。 元気が出るテレビだったかなうん。で、ルー・オーシバのその、なんだ、用語うん、ルー語みたいな。もうなんか流行ったりとかして。まあ結局その、芸人の中で売れる売れないってあるじゃないですか。だから、売れた人の思考、売れた人のアルバイトのその思考なんですよ。だからルー・オーシバさんは、じゃあこのポケットティッシュを早くね、配る。 で、そのアルバまあ本業じゃないじゃないですか、ポケットティッシュ。芸人なんて。で、これをいかに早く裁くかっていうところで、絶対、あ、こういう配り方したら、絶対、こういけんじゃないかなって、多分絶対試行錯誤したはずなんですよで。試行錯誤した結果、そこに行き着いてるわけなんですよね。だから結局、その稼げない人っていうのは、ただ言われた通りに、ウィウィみたいな感じだと思うんですよ。だけど、ルー・オシバさんは、そこにですよ。 ポケットティッシュ配るというね、もう本当に単純な行為、行動なんだけど、そこでどうやったら効率よく配れるかっていうのを考えて多分やったはずなんですよ。で、そこに答えが導いたっていう。でも稼げない人っていうのは、それ考えないんですよね。うい、うい、みたいな。い、みたいな。うい、みたいな。<laughs> これがね、やっぱね、結果が出る人と結果が出ない人のやっぱ大きな違い。ティッシュ配りにですら違いが出てるっていう。 ティッシュ配りにも試行錯誤改善があったりとか考えるっていうところがある人とないの人で、えー、結果がね人生の結果っていうのは違うんじゃないかなっていうところでございますねいってらっしゃい